それでは時間になりましたので開会させていただきます。司会進行を務めます国民政協党会議の事務局長の末でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日のシンポジウムは先に出された不当判決の問題点を理解し、今後の戦いで求められている国民的な運動に発展させるための第一歩としたいということで、企画しました。皆さんの協力で、シンポジウムの目的を達成し、運動に弾みをつけていきたいと思いますので、最後までご協力をよろしくお願いいたします。早速ですが、シンポジストの先生を紹介させていただきます。拍手はまとめて一つお願いいたします。最初に、弁護士の今野久子先生です。今野先生は野村証券昇格賃金差別、芝信用金庫昇格差別事件、それからマルコ警報器などの事件を担当されまして、労働者、特に働く女性の働き続ける権利の確立のために奮闘をされてきました。女性の支援を広げることに少しでも役に立てばということで、シンポジストを引き受けてくださいました。それとここで、訂正とお願いします。シンポジウムにお知らせのチラシとしてですね、会議の内部資料が間違えてネット上に流れてしまいました。そこに、今野先生の肩書きをですね、早稲田大学大学院法務研究科教授というふうに書かれておりましたけれども、すでに2011年3月に教授の職は辞しておりますので間違いであります。従いましてこの場を借りて訂正いただくとともに、河野先生には大変ご迷惑をおかけしました。この場を借りてお詫びをしておきたいというふうに思います。申し訳ございませんでした。次に、大吾東大名誉教授を紹介いたします。大吾先生は日本航空の不当解雇事件において原告は証人として法廷に立ち、経営面から見て、整理解雇の必要性はなかったということを証言してくださるなど、解雇撤回闘争にの運動で大変お世話になった先生であります。次は鎧忠義龍谷大学名誉教授です。鎧先生は日本航空の不当解雇撤回を目指す大阪支援共闘会議の代表として不当解雇撤回闘争の先頭に立って活躍されている先生であります。最後に、シンポジストとともにコーディネーターを務めていただきます目田邦夫先生を紹介します。ご存知の通り、労働弁護団の会長として労働者の生活と権利を守る先頭に立って活躍されており、日本航空の解雇撤回闘争に関係しましては支える会の世話人を引き受けてくださるとともに、控訴審から弁護団の一員として加わっていただくことになりました。本日のシンポジウムで使用する資料は、表紙が先ほども案内しましたが白のものとなります。その中に先生のプロフィールも入れてありますので、参照していただきたいと思います。次にお願いを一つ申し上げます。本シンポジウムではこれも案内しましたが、皆さんからの質疑応答のコーナーがあります。進行上の関係から質問は質問用紙で受け付けることにしました。配布資料の中に質問用紙が入っていますので、そちらに、記入の上、舞台袖の質問用紙でか会場にいます実行員に合図を送って提出するなりして、質問用紙で提出されるようお願いいたします。それではお待たせしました。本番に移りたいというふうに思います。以降の進行は宮田先生にお願いしますので、よろしくお願いいたします。それでは本日のシンポジウムのコーディネートをいたします。弁護士の宮本です。皆さんご承知のように、日本航空の整理解雇事件につきましては、乗員整理解雇事件について3月29日に、そして客乗の整理解雇事件については3月30日に、いずれも整理解雇を容認する判決が出されたところであります。原告の皆さんはこの判決を非常に不当であるとして、現在東京高裁に控訴の申し立てをして、これから控訴審での審理が本格的に展開されようという時期であります。本日のシンポジウムでは、この2つの東京地裁判決、一体基本的にどこに問題があるのか、
ということをそれぞれの専門的な立場から分析かつ批判をしていただこうという趣旨で本シンポジウムが企画をされました。最後までご清聴をお願いしたいと思います。それでは最初にですね、鎧先生の方から東京地裁判決の問題点を、労働法研究者の立場からご発言をいただこうと思います。先生お願いいたします。鎧です。私の方からは労働法的な観点からということで、この判決、2つの判決で最大の問題は、裁判所はですね、JAL の現実というか職場の実態を直視をしていない、で会社構成法の建前だけで審理をして裁判を進めたという印象を非常に強く持っています。でそういうことから労働法の観点からということで4点ないし5点例えばということでお話ししたいと思います。で最初に労働法はそもそもということで書き始めてますが、ここで大学の講義を始めるつもりはありませんので、何が言いたいかというと、労働法の特徴はですね、レジネの3行目あたりに書いている実態を重視をする、実態を分析をして、それの分析の上に法律論を構築をする、これは学説でもそうですし判決でもそうでなくてはならないというふうに思いますが、それがなされていないというのが最大の問題点じゃないかと。で一つ目に犯罪人による解雇の内実と書きましたが、判決はですね、解雇は犯罪人が更生計画実施の一環として行ったものだというふうに書いています。で確かに解雇通知は犯罪人からなされましたし、その通りであることには違いないんですが、それじゃ本当に犯罪人、本来の犯罪人3名ですが、その犯罪人が解雇の実務をやったのかということです。で犯罪人はですね、選ばれた直後に大西 JAL の社長、副社長のもう一人の方を犯罪人代理に任命をして業務執行体制を整えたというふうに書いてますし、構成計画案の中では業務執行は主に稲森会長と大西社長に委ねることとしたというふうに書いてます。で犯罪人の主な仕事は、事前調整型ですので、 JAL の日常的な業務を運営をしながら、それと並行して、双方がにらみ合いながらですが、事業の縮小再編成や債務免除等々、そういう構成計画を進めるということであったと思います。で JAL の日常的な業務の運営というのはどういうことかというと、私はもちろん航空の中身に詳しいわけじゃないんですけれども、例えばパイロットの人をどうやってやりくりをするのかということを、当然客室乗務もそうですが、パイロットをどうやってやりくりをするのかということは必要不可欠な作業だと思いますが、そのためにはですね、当然路線だとか使用する機種だとか、それを操縦する有資格だとか、あるいは運航ダイヤ、パイロットと副操縦士のチーム編成、あるいは乗務時間だとか休憩だとか休日だとか、そういうことを全部踏まえて、おそらく勤務表を作られると思うんですよね。でそういうものを作りながら毎日毎日の飛行機を飛ばすという作業をする。でその勤務表、あるいは要員計画で、その要員計画の先に、あるいはそれとつながるものとして人員削減計画、あるいは解雇の計画というふうなものを作っていったんだろうというふうに思います。でこれがやっぱ JAL の経営陣が行った業務執行の中の一つ、重要な一つだろうと思います。で興味深いことにですね、構成計画案、正式な構成計画案の中にはご存知だと思いますが、人員削減についてはですね、人員削減をするということで、希望退職を進めていったとか、パイロットの要請を中止したとか、そういうことを書いていった後にですね、今後の予定として、最終的に3万2600人とするという予定が書かれているだけなんです。ところが JAL がですね、ホームページで
構成計画の概要というものを発表していました。でこの中でですね、私は両者を比較しながら読んでびっくりしたんですが、人員削減というのが一つの独立した項目として上がっているわけです。でこれは当然 JAL の経営者であり、あの社長であり、あるいは副社長などですね、つまり管財人代理を務めた人たちが自分たちの関心のありかをそういう形で示しているんだろうと思います。で何が言いたいかというと、要するに人員削減計画は数も基準もですね、全部実務は JAL の経営陣がやったのだということが真相ではないのか。でそのことがですね、整理解雇の数、あるいは例えば後で出てくると思いますが、稼働ベース論だとかですね、整理解雇の際の年齢だとか病歴等をどういうところに基準を取るかといった具体的なことを決めていったことに結びついている。まあ、それが非常に解雇の不当性の重要な争点になっているわけですけど、それはいわば JAL の経営者がやったんだ、決めたんだというふうに把握すべきだろう。もちろん管財人3名の責任を無にするつもりはありませんけれども、やっぱり実質を決めたのは JAL の経営陣だろうということを見破ってはならないだろうというのが一つです。二つ目は稲盛発言ですが、要旨はですね、ご存知のように計上は必要なかった、160名解雇する必要はなかったんだけれども、債権者らへの約束、裁判所に対しても約束をした、それを保護にはできないから解雇はやむを得なかったんだと、こう言ってます。で白石判決はご存知のように、経営者と心情を吐露したんだということを述べていますが、記者クラブでの発言はですね、2月の初めのことですから、 JAL の会長に選ばれてまだ1週間経つか経たないかですから、まあ本当かどうかは知りませんけれども、稲盛さんという人はこれまで労働者を解雇しないで経営をしてきたということを自負してたそうですから、解雇せざるを得なくなったということで、まあ、そういうのはちょっと彼にとっては苦しかったことかもしれない。で2月の記者クラブでの発言は私もまだ心情のトロで済んだかもしれないと思います。ところがですね、9月の法廷での証言でもやはり同じことをおっしゃってるわけです。でところが2月から9月までの間に何が起こってるかというと、その構成計画はどんどん進行しています。希望退職もそろそろ、募集を始めています。それから何よりもですね、原告団がその2月の初めの稲盛発言を取り上げてですね、解雇の必要性なかったと会長は言ってんではないかと言ってですね、まあ、最大限とは言いませんが、大いにこちら側の宣伝で使ってるわけですね。でそういうことを全部踏まえた上で、しかも法廷での証言の前には、まあ、私も経験ありますが、ポッとその日に出かけていって好きなことを喋るわけじゃなくて、会社の内部、それから弁護士さんとですね、十分打ち合わせをした上でこういう発言をしようということをこう準備をして出かけていって発言をするものだと思います。で稲盛さんもそうしたと思います。でその法廷での証言でですね、やはり経理上は解雇する必要はなかったと、しかし裁判所や債権者に対する約束は保護にできないから解雇したのはやむを得なかった、こういう証言をしているわけです。で私は不勉強ですけれども、経営の最高責任者が解雇する必要性はなかったけども、ある別のですね、義理があって解雇したんだ、言った解雇を合法と認めた判決を聞いたことはありません。そういう意味でですね、今回 の東京地裁がですね、陳情の通りだということでごまかしてしまったというのは別に許せないというのが2つ目です。もう一つは債権者らへの、あるいは公正裁判所への約束を保護にできないというふうに言うんだけれども、それでは労働者の働く権利を保障した憲法なり、労働者保護法ですね、そちらは保護にしていいのかということをですね、裁判所には真剣に考えていただかなくてはならない。裁判所はそれを考えていないという点がですね、もう一つ稲盛証言との関係では重要なことではないかと思います。で3つ目ですが、判決のですね、解雇の必要性についての細かい議論が次々と出てきますが、いくつか
取り上げて、私の問題と思うことを指摘しておきたいと思います。で、一つは、イベントリスク論。イベントリスクというのは私この判決聞くまで知らなかったんですが、辞書なんかで読むと天災地変やテロ行為に対する危険を指す証券業界の用語だそうですが、イベントリスクの存在なんていうのはですね、いつ起こるか、どういう形で起こるか、どういう世界のどこの地域で起こるか、どれぐらいの被害を生むか予測つかないことですし、それから航空産業にとってのリスクだけじゃなくて、どの産業にとってもあるリスクだと思います。で、そんなものがですね、もちろんそのイベントリスクが起きても企業がそう簡単に倒産しないように普段から準備しておこうと、それは経営者としては当然かもしれませんが、イベントリスクがあるからということが整理解雇の必要性をですね、根拠づけるものになるのか、こんなものが整理解雇の根拠となればですね、どんな産業でもどんな規模でもですね、整理解雇は明日行われても不思議ではないわけで、つまりイベントリスクっていつ起こるかわからないわけですから、それに備えるために整理解雇をするなんて言われたら到底労働者は太刀打ちできない。で、そんなイベントリスク論による整理解雇というものを認めるわけにはいかないというのが一つ目です。もう一つは、人件費の節減、それからリスク体制の強化の評価ということですが、そこにごちゃごちゃと書きましたけれども、結論だけにしてはですね、要するに裁判所が言ってるのはへりくつしか言ってない。で、原告側はこう言えばああいう、ああ言えばこういうということですね、いわば整理解雇の必要性を、探して逃げ回ってるという印象を持ちます。で、計画の基本的コンセプトというのは、事業規模を縮小し、その縮小した事業規模に応じた適正人員を配置して余剰人員を抱えない体制を構築することだということを何度も言うんですけども、じゃあその余剰人員を抱えない体制を構築してどうするんだ、あれそれ何を狙ってるのかというと、要するに固定費を削減をしてですね、経営を安定させるということを狙ってるのではないのかと。そうするとすでに希望退職を募ってですね、予定以上の労働者が退職していってるという状況の下では、その人件費との関係では固定費の削減ということはすでに達成してしまっているわけで、それが解雇の必要性をなくするということは当然のことではないのかというのが2番目です。で、3番目の稼働ベース論、これちょっと時間がないので省略させてください。で、4番目ですが、関財人の裁量の問題です。で、法律上もですね、会社の公正再建のために関財人は、公正会社の事業の経営あるいは公正計画の遂行に必要な費用を使うことができるということで、原告側も指摘しましたように、再独立後ですね、タイミングが非常に微妙で、独立した3月28日から2、3日おいて一時金を払った、だから JAL が払った、公正関財人が払ったんではないということになっているんですが、いずれにしてもですね、一時金を払っているわけですね。で、 3.65 ヶ月分プラス2万円の一時金を払っている、約100億円の資金がいったということのようですが、白石判決はですね、収入が減少している従業員に対する士気を向上させる策として、会社の運営に必要な運転資金の運用と認められるんだというふうに判断をしています。で、 LCC への出資は将来に向けた経営判断の一つであるというふうに認めています。で、それが認められ そのような理由で、あるいはそれほどの額がですね、認められるのであれば、解雇しないで、165名の方、原告団の計算では15億円弱、年間15億円弱だということですが、一時金が約100億円を使ったということですが、そういう一時金への理由付けでですね、100億円使うことができるんであれば、165人の解雇をしないで済ませるということにお金を使うということは十分関財人の裁量の範囲でできただろう。もう一つ忘れてはならないことは、従業員への一時金というのは
裁判所でも言うように士気の向上を期待をしてのことなんです。ただ本当に士気が上がるのかどうかは分からないし、 JAL にとってはそれは期待なんですけれども、ね、あの自治金に使ったお金は JAL にとっては消えてしまうお金なんです。で私なりに考えると165人の方を解雇しないでパイロットなり客室乗務員として働いてもらえば、その人たちは JAL の仕事をやるわけですよね。パイロットなり客室乗務員として働くわけで、まあ1年間15億円だとしても15億円が全部消えるわけじゃなくて、経済学の理論で言えば15億円以上のものを生み出すものとして使ってるはずなんですよね。でそうするとその15億円消えるなんてことはないわけで、それは有効な言えば投資にもなるわけで、その165人を解雇しないで置くお金と、それからあの一時金として消えたお金と比較するような、そういう性格の問題ではないということを考えますと、犯罪人の裁量としてですね、165人を解雇しないでいわばあの抱えておくということはもう十分に、十分すぎるほど十分に可能であったというふうに思います。で最後に4点目ですが、裁判所 の, あの判決を読んでてですね、裁判所の中立性を疑わせる部分をに時々当たります。で裁判というのは原告と被告が対等に争っててですね、裁判所はその真ん中に立ってどちらの言い分が正当かということを判断をして結論を出すというのが役割のはずなんですが、ある問題について突然裁判所はですね、被告側の味方に立ってプレーを始める。でこれをやられますと裁判というものは成り立たないというのは、原告はその判決が出るまでどういう判決が出るか分かりませんから反論のしようもないということでですね、これは絶対許されないことなんですが、どうもそうではなかったというふうに思います。で一つはまあ中立性までいきませんが、一番で書いたのはですね、あの先ほど言った従業員への自治権の課題だと、まあ、いうふうに指摘をしたのに対して課題ではなかったというふうに言ってますが、課題ではなかったということは何ページにあのすでに述べたというふうに裁判所は書いてるんですが、その指摘する何ページかを読むと課題だということは一言も書いてない、何にいくら使ったということしか書いてなくて、それが 多すぎたのか少なかったのかというふうな評価はしてないということで、正確な評価をしてない。で、まあ、これは細かいことですからいいですが、2番目と3番目は大切だろうと。でそれは東北大震災でですね、まさにイベントリスクですが、これによって JAL はこれだけの損害を受けたということを言いながら指摘しながら、その損害を含んでも平成23年度は営業利益を上げている。そういう意味で言うとイベントリスクがあるから整理解雇の必要性があったんだとなんて言うんですけれども、 JAL 自身はイベントリスクによを抱えてた実際に遭遇してもですね、なおかつそれを吸収して営業利益を上げられたんであって、JAL の側は決してですね、イベントリスクが整理解雇の根拠となりうるということは立証していません。にもかかわらずそのイベントリスクがあるということを整理解雇の理由として白石判決は認める。それはやっぱり許されないと。それから3番目はですね、これ非常に細かい話なんで、あの申し訳ないんですが、あの判決をですねちょこちょこ読んでいますと、あの例の JAL の人件費と他の航空会社の人件費との比較の問題なんですね。で原告団はあの JAL の人件費というのは安いんだと、で ANA とかですね、他の外国の航空会社の人件費よりも安いんでですね、その人件費との関係で言えば他の航空会社と十分に競争できる力を持ってるということを指摘したんですが、裁判所はですね、会社によって会計単位のほか会計処理基準の相違があり得る、こういう表現をしています。で、まあ、法律家でですねあればすぐ気がつくことなんですが、原告側が会計基準、あの私たちの人件費安いでしょというふうに主張している。で会社側はですね、いやそうじゃないと、他の会社の方が安いんだと、JAL はそれほど安くはないんだということを主張して立証していればですね、
そういうふうに裁判所は認定をするわけです。どちらが安いかということをはっきり断定をするわけです。ところがですね、この裁判所が言ったのは、会計単位のほか会計処理基準の相違があり得る。つまり JAL の側はそういう会計基準が違うとかなんとかいうことの主張立証をしてない。だから裁判所はあり得るというですね、推定の言葉しか使えなかった。そんな推定の言葉を使ってですね、判決を下してもらっては困ります。まあ、それはあの先ほど言ったもっと大きく言えば、裁判所はですね、果たして本当に中立に裁判をしたのかどうかということを疑わせる問題ではないかということです。とりあえずその4点で発言します。ありがとうございました。続いて会計学がご専門の立場から、大吾先生にご発言いただきます。今の与田先生の続きの資料ですけれども、まず全体的な地裁の判決に関しての私の感想を少し申し上げますと、破線で点線では融資の上から下に言ってますが、これはまあ建前、本来こうあるべきだということなんですが、しかし地裁の判決をよく読むと、その実態は下から上へと言ってたんじゃないかと。つまりもう結論が何か初めからあって、それに合うような、事実認定をする、そしてその事実認定ができるような証拠資料をだけをこう、選別的にこう採用する、あるいはその重み付けを非常に恣意的にしているというふうに感じます。今のちょうど与田先生がおっしゃったことを私ここでお聞きしていて、たまたま会計のものですから、例えば私が、原告の方もそうですが、証人として意見書を書いたり証言するときに、人権委員の威嚇をするときに、実際資料が非常になくて苦労しました。もともとないところに持ってきてですね、公正会社だということで出ないということで非常に苦労して、どこまでのことを言えるか、本当はもう少しこう言えるんじゃないかなと思ったことでも抑えたこともある。そういう時に例えば証人の私が、日本航空の方がアナよりかは人件費ははるかに低いという可能性があるという言い方をしたらですね、物洗いですよね。これは法廷ではそんなこと言えないじゃないですか。ところが裁判官はこういうこと言ってるんですよね。私は本当にこれだから、この辺りに非常に恣意的だということを私は申し上げる理由があるんですね。で、以下また申し上げますけども、もう一点だけ言いますと、先ほど与田先生がああ言えばこう言うという、ああ言えば上言うという言葉まさにそうでしてですね、この客上の方の今日は判決文をお持ちの方がいらっしゃったら68ページをちょっと見ていただきたいんですけどね、イベントリスク論です。上の上段の方ではですね、こういうこと書いてますね。リスク体制の強化はあくまで本件構成計画およびその基礎となる本件新事業再生計画に基づく事業規模縮小の効果によって達成されたものであり、リスク体制が強化されたから人員削減の必要性がないというのは本末転倒の議論である。このリスク体制に備えるために固定費の削減が必要だ、それによってブレイクイブンを下げることが絶対必要だと言ったのがですね、会社そのものですよね。これもう年来の主張じゃないですか。これ構成計画もそのためにこのコスト削減計画ということであれやこれややってたわけですよね。ところが実際それが達成できた、超過達成できたら、リスク体制が強化されたからといって人員削減の必要性がないというのは本末転倒だなんてこれやりだったらもうどうにもならないんじゃないかなと思うんですよね。私はちょっと途中で天に吊らせる自虐的な議論だということを言ってるんですけど、そう思うんですよね。これはで、そう言ってリスク体制の強化だけではダメだったというかと思うと、そのページの下の方に行くとですね、今度はまた菊山商人の話がなんか引っ張られてきまして、平成22年度23年度の営業成績を見ただけで被告のリスク体制の強化がされ万責になったものとも認めがたいと言ってるわけですよね。ということはリスク体制の強化はこれまだなんだということをなんか言いたいようなんですよ。ということはリスク体制の強化は必要なんだということを言ってるわけですよ。
どっちなんですかこれね。リスク体制強化されたらそれでもう必要性がなかったのか、それでもいけないんだったら何がいけないんだと、それ言ってもらわなきゃこれ判決にならないですよね。でかつですね、この東日本大震災のようになイベントリスクが発生すると1000億円の規模の営業損失が発生することもあるので、まだまだこれでは安心できないんだと言ってるわけですね。ところがですね、ちゃんと私も、私じゃなくても皆さん意見書にちゃんと書いてるんですよね。正確に言えば大震災でというのは1460億円、それ以外に規模減による収入減が1012億円、この2つだけでですね2470億円ぐらいね収入減がなんですよ、2011年の。それでもね、この計画段階ですよ。ということはこの裁判の判決が出る前で争われている時の話ですけども、それでもってしても2011年度営業利益の計画値は758億円まで達成できると書いてあるじゃないですか。かつ実際はどうであったかって言ったらその倍以上ですよね。2000億円を超える営業利益達成した。この事実を見たらこれ何を言ってんだと私は思うんですよね。それがまず一つですね。それから次に各論なんですけども、まあ、ちょっとかなりのところ言いましたけれども、このもう一つですね、例えば上院判決ではこの営業利益の増大は、あ、これは客上の方でしたけども同じの財産評定方法の採用に伴う一時的な費用削減効果であり見かけの実績だと言ってました、ね、これもう会社の言ってることそっくりそのまんまですよね。これでもね批判が書いてますけど、考えてみればこのような財産評定にしろリスクイベントリスクに対する備えにしろ全部これ構成計画にのっとってやったことですよね。もちろん超過達成しちゃってるんですけども、ということはそれ言うんだったら構成計画は見かけの実績を作るための計画だったのかってことになりませんか。これ誰が作ったんだ言ったら別に原告が作ったんじゃないんですよね。会社側と患者人が協力して作ったわけでしょ。その結果出来上がった結果を見かけだとか一時的なもんだって言ってしまったら、これ自分に対してこれはこの唾してるのと同じじゃないですかね。そういうこれものすごくこの恣意的な判断だなというふうに思います。でそもそも固定費削減という意味が裁判官の方分かってるのかなと。変動費と固定費の違いはですね、固定費というのは一旦これを切り下げたらその後営業規模が変わったり路線便数計画が少々変わってもこれは変わりませんよと、その効果はずっと続きますよというのが固定費なんですよ。だからこそリスク体制の強化につながるんですね。そこのところがこの分かってるんですかねという気がするんですよね。それから次にも時間ありませんから2枚目の方、次のページを切らせていただきますが、ここではですね、人員削減と人件削減が非常に場合場合によって使い分けられてしまっていると。まあ究極的には人件費が減っても人員は減らす必要性は決して変わらないんだということを言いたいんでしょうけど、しかしながらそうは言いつつあるところでは人件費にこだわりますね。先ほど の比較ができるとかできないとかっていうのもそうなんですけども、非常にこの場合場合によってこの恣意的だなということを感じます。でそのここではですね、私はこれからの控訴審にあたってぜひとも2つの点を追求していただきたいなと思うんですね。一つはまず例えば金融機関から支援を得るための条件というときに、これはもう証人尋問の時に言いましたけれども、金融機関というのはもともと自分の融資が確実に回収できたらそれ以上のことは何があるんですか。関心事はないでしょうね。人が仮にですよ100歩譲って余剰だか余剰でないとかってことは銀行は回収さえできたらね、それで何にもあと問題ないじゃないですか。それが満足されたらいいわけでしょ。ということは結局、まあ、財務の問題です。ですから銀行が問題するとしたら人件費です。つまり資金を回収できるだけの上場ができて株価が上がってくれる、株価を上げるためには業績がきちんと立てなきゃいけないと、それに尽きるんですよね。ところがここを読むと、その銀行の協力を得るためには 人員削減計画が達成される必要があったと。会社が仮にそういうふうに言ったとしても裁判官は客観的に
どうかしなくちゃいけないですよね。銀行とはもともとどういう目的のためにやってるんだっていうことは、それはもう誰でも分かることですね。なのに裁判官までが被告の会社の言い分に巻き込まれてって言いますか、乗りましてね、人件費だというかは人員削減の方が金融機関にとっては監視に立ったかのごとく言っている。ここがおかしい。そこで元に戻して人件費のことでいきますと、私も言いました、これ結局会社も否定しませんでしたけども、仮に整理解雇の方全員雇用をつけたとしてもプラスの人件費は 14.7 億円、これ会社も否定しませんでしたよね、法廷でも。それに対しまして、この構成計画に基づくコスト削減で達成できた固定費は885億円です。 1.7% です。しかしよく考えるとね、本来比較すべきはこれよりかはその同じ時期の営業費用全体に占めてどの程度かということですよね。そうすると11年度の営業利益は10年度は2010年、1億1783億円ですから、 14.7 億円というのは 0.12% です。これが削れるか削れないかで泥船となって沈むとか破綻的生産に陥るか陥れないかとか言ってますよね。冗談じゃないですよこれ。こういうことは理性的に判断していただきたいですよね。そのために客観的な資料というのはあるんだと思うんですね。じゃあ次にもう一つ、私は控訴審でぜひとも追及していただきたいのは、人員削減それ自体やって何もひるむことは私はないと思ってるんですよ。で具体的に申しますと、これも私も意見書で書いたりしましたけども、規模に見合った事業規模に見合った、事業縮小の規模に見合った人員削減で言ってますけど、見合ってないんですよこれ。私からではデータから言うと、でこれは ASK というですね、有効座席数から見たら、これに一番連動しているのが客室乗務員の方の配置基準から見たらそうですよね。ASK という規模減は 19.3% の減なんです。これところが、客乗の方の減は 29.8% ですから、10ポイント以上これはね超過削減なんですよね。それからパイロットの方の乗員の方のその規模と連動した人数っていうのは、これは便数だという話です。ここはその便数たるやですね、会社のこのロビン計画によると、国際線の減の 30% 便数ですね、国内線の 36% はこれ減便なんですよね。減便っていうのは確定的な減じゃないですよと、将来戻りもありえますよということなんですよね。で現に私もしてきましたけども、もう2011年1月期の、このロビン計画の修正の中でですね、合計の増便が全部で15路線17便あるんですよね。そのうちの3路線の5便はこれは一旦構成計画で切ったところの戻りですね。もうすでにこの裁判が進行中の段階で戻りがあるんですよ。今皆さんご存知でも大幅にこう増便ですよね。こういうことだってその後に、それは後の話じゃなくて裁判やってる段階でもすでにもうそれ現れていたし、それから十分に予見できた。もともと減便というのはそういうもんなんだというふうに思うんですね。でこの次のですね、2011年、この今新しく出た路線計画を見ますとね、かつて減便にしたところがどれだけ戻ってるか戻ってないか調べたんですよ私。そうしたら全部で5路線で7便これ戻りがありますね。その後も別に戻りだけじゃなくて新規の増便だってですね、規模増には変わりないわけですけども、まあ、そういうことがあるということを申し上げたいなというふうに思いますので、この規模減に見合う人員減というね、会社が一番言ってることなんですけども、そこについても控訴審でですね、真っ向から争っていただきたいなというふうに思っております。この2つの点で人件費のグレート、それから規模減と人員減の関係、この2つで争っていただければ、私は十分逆転の勝訴の可能性って十分あると思っています。よろしくお願いします。ありがとうございました。続いて、今野弁護士からご発言いただきます。今野です。私は弁護団の一員ではありません。判決を、読みまして非常に怒って
今日この場で発言をさせていただきたいという思いで参りました。で、判決を読みまして皆さんお感じになったと思うんですけれども、裁判官は労働者の働く権利について、その権利の重要さについて、どう思っているかっていうことが全然感じ取れないですね。これがまず私の怒りの第一点でした。労働者は働く自由と辞める自由が、働く権利と辞める自由が保障されてこそ、労働者は生き生きと働くことができると西谷先生もよく言っておられます。で、そういう中で、教科書的な話になるかもしれませんけど、やっぱり政治改革についての、4要素とか4要件というのはやっぱり経営の破綻の原因は責任は使用者にあって労働者には全くない。それなのに働き続けるという権利を奪う、その理不尽な行いに対してきちっと厳しくチェックかけていくっていうのが、これが政治解雇の理論の発展だったと思うんです。で、そう考えたときに、今度の、判決は憲法が保障している労働法が保障している、働き続ける権利、これに関して、全くなんていうか人権感覚がない判決だというふうに私は思いました。で、特に、今日発言が求められているのは、女性の労働権の確立という視点からです。で、私はこの事件に関してはやはり、解雇の必要性がなかった、解雇を回避することができた、それから労働者ないし労働組合ともっと議論すべきであった、そこのところでやっぱり控訴審も戦っていくべきであるというふうに思っておりますけれども、ただ、司法はこういう働き続ける権利の侵害に対して加担したと言いたいんですね。実は客室乗務員裁判の原告は全員女性ですよね。私このこと自体ちょっとおかしいと思ってるんです。男性の客乗について客乗原因原告にはなってない、結局女性たちが長く、客乗の一般職として働いてきてるっていう実態があると思うんです。で、実は日光は女性、特に客室乗務員に対して差別をしてきた歴史があります。かつて地上職の定年が60歳だった時に、女性客室乗務員の定年は30歳でしたね。で、しかも、男性それから女性地上職にはなかった結婚退職制や妊娠退職制というのは取られていた。で、すみません、私発言用紙の細かいのは配ってありますので後でそれを見てください。で、国はこの差別と戦って、女性が働き続ける権利のために戦い続けてきたというのが歴史です。で、今あった差別については是正させてきたわけです。で、この運動の中心を担ってきたのは CCU であり、それから今原告になっている女性たちはこの CCU の組合員がほとんど、こういう実態があります。で、まず女性たちは働き続ける権利の確立を求めて戦い、次は今度は昇進昇格の女性差別、これを許さないということで戦い、それから、育児や介護をしながらも仕事を続けるということで戦い、で、ずっとこうやって戦って働き続ける権利、これを、実現してきたという歴史を持っています。で、この日光の戦いっていうのは実は他の女性たち、日本の女性たちが置かれていた戦いの歴史でもあったと思います。考えてみると、私が弁護士になった頃ちょうど、あれですね、日光の女性たちと同様に結婚退職制、妊娠退職制、若年定年制、それから差別定年制と、女性が働き続ける権利を侵害する、そういうことに対して、まだ均等法が制定されていない時代から、女性たちは戦ってきました。で、司法は
その戦いとしては裁判に訴えるということをやったわけです。で、司法はどうしたかといったら、これに応えて、均等法が制定されてない段階で公序良俗に反して違法だという明確な判断を下したわけです。で、この時もやっぱり会社は何て言ったかといったら、女性は補助的仕事がしてないとか、よく言われていたのは年功で賃金が上がっていくところが、仕事が補助的な仕事をしてないから貢献度が低いっていう、貢献度っていうのはあの頃から使われたあのことなんですね。で、それに対して、裁判は何て言ったかって言ったら、こういう、会社の合理性ありという主張に対して一律にそういうことは言えない、そもそも仕事を配置するのは会社じゃないかと。で、なんで男性と女性で差別する合理性があるんだということで、会社の合理性ありという主張を、退けた、そういう歴史があるわけです。で、その根底にあるのは憲法13条の人間の尊厳とか、14条の法の下の平等とか、27条の労働権などの確立、そういうものをしっかりと、その権利性をしっかりと裁判所は、司法は、捉えて、そして、こういう判断を下したというふうに私は思ってました。で、このような戦いがあったからこそ、85年に女性差別撤廃条約を批准し、そして、均等法が制定されたという歴史があります。で、女性差別撤廃条約は全ての人間の奪い得ない権利としての労働の権利っていうことを確保することを規定しています。で、ところがですよ、今回の判決はどうでしょうか。この働く権利、働き続ける権利を年齢などの基準で奪うことに、合理性あり、会社構成計画によるんだから合理性ありというふうに、お墨付きを与えたわけです。で、このことが私は許せません。で、均等法は制定までは司法が後押しをして立法にを励ましたとまで言われていたのに、すっかりこれは時代の流れに逆行する今回の判決だというふうに思います。で、年齢差別だけちょっと言わせていただきたいんですけど、この理由は全くお粗末ですね。説得力がない。アメリカや EU 27カ国すべてが年齢による差別を禁止しています。そういう法律を持っています。それから日本では今は高齢者の雇用をいかに確保するかというのは政策課題じゃないですか。ところが今回何が起こったかって言ったら、今回の整備解雇で55歳以上の基調、48歳以上の服装重視、それから53歳以上の客室乗務員は解雇された、雇用を奪われた、働く権利を奪われたと、こういうことです。で、問題はこの年齢で、雇用を打ち切ることが本当に妥当なのか、正義にかなうのかっていうことが問われてるんだと思うんです。で、なんかいろいろと理由言ってます。恥ずかしいような理由ですよね。まず第一に、定年制を取ることを公序違反とした判決はない。第二に、高年齢者雇用安定法も定年制を前提としているというふうに言っています。問題なのは、今言った若い、48歳とか53歳とか、それで雇用を打ち切ることが公序良俗に反しないのか、違法で言えないのかっていう、そこが問題なわけです。それからもっとひどいのは、高年齢者雇用安定法は今65歳目だぞっていうことですよね。法の趣旨が違います。恥ずかしい、こんなことを理由にするなんて。で、第4に、ここ最後だけ申し上げたいんですけど、経験と知識の無視です。それから私はここでは利用者の立場から発言させていただきたいんですけれども、私たち利用者が航空会社に求めるのは何でしょうか。第一は安全なんじゃないでしょうか。今でも私は飛行機乗るとき、離陸着陸のときにね、すごい緊張するんですね。結局ね、飛行機の利用っていうのは命がかかってるっていう、そういうことだと思う。安全はそういう意味で
私は安全安心の医療ということで看護師さんたちとずっと労働問題について付き合ってきた経験から言っても、安全確保するためには経験は大変重要です。客乗の人たちから言われたんですよね。飛行機は何かあったって救急車も呼べないし消防車も呼べないし医師も呼べないんだと、飛行機だそんなことはできないんだというふうに言われました。で、人の命をいかに守るかっていうことで私は基準っていうのを考えなければいけない。で、私が今すごく危惧してるのは、若い層の貢献度を高く評価して年齢で雇用を打ち切っていくっていうね、こういう世界的に許されない、ルールがまかり通ること、これは絶対許したものないというふうに思っています。で、時間が来ましたので発言は次にしています。ありがとうございました。人当たり判決に対する、判決もよって立つ、基本的なスタンスといいますかね、それに向けて、基本的な批判の発言をそれぞれの新都市長の方から、あったと思います。非常に限られた時間ですので、先ほど言い足りなかった点があろうかと思いますので、もしちょっと言い足りなかったということがありましたら、もう一度それぞれそうですね、とりあえず誠に恐縮ですが3分ずつでちょっと補足的な発言があったらお願いいたします。それでは私から一言、先ほどは話せなかったんですが、東京地裁はですね、生理解雇の4要件は適用されるというふうに言ってますが、生理解雇の4要件本当に理解しているのかというのが疑問です。というのは今のですね、労働法学会、学会までいかないんです、労働法をやってる人間の間でですね、生理解雇について従来通りの4要件をこう話す人はいないんじゃない。つまりよく解雇の必要性から解雇回避努力、それから人選協議、これを4要件だというふうに言うんですけれども、しばらく前からですね、学会では必ずしもそうじゃないと、いわゆる生理解雇というのが問題になる順序をずっとじっくり考えてみよう、まず最初に人員整理をする必要がある、人を減らす必要がある、企業にとってですね。で、企業にとって人を減らす必要がある。でしかしそう簡単に解雇してはならないので、解雇回避努力をまず尽くさないといけない。で、解雇回避努力を尽くしたんだけれども当初必要であったというふうに算定をしている人員削減の必要数まで達してないから解雇に踏み切らざるを得ない。で、解雇の必要性が来る。で、人選と協議ですね。したがって最初に解雇の必要性を議論するんじゃなくて、まず最初に人員削減の必要性を議論をして、で、解雇回避努力が尽くされたかということを議論をして、それが尽くされたということになって初めて解雇の必要性についてですね、話が進む。こういう順序でやっぱり考えるべきだということがかなり有力な学説になっていますが、裁判所にそこまで求めないとしても、この東京地裁はですね、人員削減と解雇ということの言葉の意味さえ正確に把握をしてないんじゃないかということなんです。で、原告の方がですね、次のような主張をしました。営業利益を上げてですね、リスク体制も備わった状況では解雇の必要性はなかったという主張をされたんです。で、その主張をですね、まとめた見出しがね、人員削減の必要性の不存在についてとこうなってるんです。で、原告の側は解雇の必要性なかったと言ってるのに人員削減の必要性なかったというふうに原告が主張してるというふうに言ってるんですね。で、果たして原告の方々は今回の JAL の事態で全く人員の必要性がなかったというふうなことまでは主張されてないんです。なかったかもしらんと
けれどもそこまでは言わないと、しかし少なくとも解雇する必要なかったんじゃないかという解雇の必要性のところに絞って主張しているにもかかわらずですね、裁判所はこう言ってますよ。原告の主張はですね、人員削減の必要性が欠如しており、原告らはこの点を最も問題とする。あの白石判決の32ページ、もしお持ちでしたら読んでいただいたらいいんですが、原告らはですね、人員削減の必要性が欠如しているということを最も問題視しているというふうに裁判所は要約しているんですが、果たして原告団はそんなことをおっしゃったんでしょうか。とするとですね、裁判所は自分たちが何について判断を求められているかということを正確に把握していないということになるわけですね。そういう意味で、あの高裁ではもう一度そこを、あの労働法のところからするといろはみたいな話なんだけども、そこをきちっと理解してほしいというのが一つ。もう一つ、で判決の中ではですね、全く出てこないんですが、あの例の一審 の裁判の最終段階でですね、4人の方が意見書を出されました。で裁判所は受け付けなかったということですが、意見書と判決とをですね、読み比べるといいますか、あの並行して読むと、私は意見書に大幅に引きずられているというふうに思います。判決はですね、で判決読んでも理由はよくわからないところが何箇所か出てくるんですが、その理由はですね、意見書に書いてあるだから意見書に書いてあるレールに従って裁判が進んで、あの判決が進んでいったんだというふうに、自分の頭でイメージしながら読むと、白石判決も何もかもよくわかる。あの反対ですよ、反対だけども彼らの発想はよくわかる。で何かというと、一番私が今日の話で一番最初に言った公正、ごめんなさい、管財人ですね、管財人が解雇を進めたのだと。で伊藤意見書にしても何とか意見書にしてもですね、管財人というのは不正な行為はやらないんだ、また間違ったことはしないんだということが大前提になってるんです。私はそんなことないんだろうということで、実際の裁判、あの実際の人員整理とかなんかは JAL の経営者がやったんだよということを言ったんですが、あの管財人だって間違うことはあるんですけども、管財人は間違わないというのが大前提で意見書が書かれてるわけですね。でそんな意見書をに乗っかっていいのか。それともう一つ、あのこの意見書を出した方々ですね、まあ、伊藤誠氏にしても山本なんとかですね、なんとかさんにしても、あの倒産法とか、あの民事訴訟法の方では権威者のようです ようですが、私に言わせれば、あの労働法全くご存じないね。で例えばこんなことを書かれてます。山本さんですが、希望退職に応じた労働者の犠牲とか負担の上にですね、発生した利益によって希望退職に応じなかった労働者がですね、まあ、JAL にしがみついた労働者がって言いたいらしいんですけども、JAL にしがみついた労働者が解雇されないで済まされていいのかそれではバランスはあのなくなるだろう、こういうことをおっしゃってるんですね。で確かに JAL から人が減っていく、あるいは人を減らすという意味では、あの希望退職も介護も同じなんです。ところが労働法の分野ではですね、まあ、もちろん本当に心から希望して退職した人がいるかどうかは別にしましてね、希望退職というのは、まあ、いろんな要素を考えて、まあ、この際もう退職の道を選ぼうということで本人の判断で退職届を出されたわけです。で解雇というのはですね、本人は嫌だと言っているのに無理やり首を切られたわけです。で労働法の分野ではですね、希望退職あるいは退職と解雇というのはもう明確に区別をします。で希望退職の場合はですね、労働者本人の意思が入ってますので、本当にそうかということはあの疑問視しながらですね、それ以上追及はしない。しかし解雇については正当性があったのかということをとことん追及するというんですが、この山本さん、その訴訟法か倒産法かあの専門家の方はですね、それを一緒にしてるんですね。で比べて希望退職した人がおって 何百人か辞めたんだから、もともと減らしたかった人間で残ってるこの部分まで解雇して やっても構わないんだよ。それが社会的なバランスだとおっしゃる。でこんなバランス論はですね、労働法の分野では到底認められない。ただそれにですね、私は裁判所は引きずられてるというふうに思います。でそういう意味であの控訴審ではおそらく意見書は出されるんでしょうが、あの受理されるんでしょうが、
この意見書を叩くという作業をですね、大いに私たちやらなくてはならないなと思っています。はい、大先生、何か補足的なご発言がありましたらお願いいたします。時間一つですね、これからのことで私がちょっと打ち合わせの時の話してるんですけど、710名の客上の方が新規募集されてるので、私は承認にも出ました時に、ちょっと何か発足的な言い方をしたんですけども、構成計画では2011年3月まででなんですよね、目標の一つの期限がね。ところが前倒ししたわけですよね、4ヶ月近く。ここは私は非常に意味があると思う、意味深だなと思うんですね。もう毎月マンスリーごとに出るごとにどん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 営業利益上がっていきますね。会社としてはハラハラしてたんだと思うんですよ。このまま来年3月まで待っててすごい利益が出ちゃうとなったらどうしようということですよね。結局現金預金もいっぱいもうどん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 溜まっていきますよね。私もそうなった時にね、ご紹介ということがもう私は相当あったと思うんですよね。でも前倒しをしましたと。だったら仮にこの後ですね、また、この規模がむしろ増やしていきますということになったとしたら、私は予見できますし現実を始まってますと思いますけど、仮にそれがあくまでもまだ分かんないというんだったら、じゃああと来年3月まで待って、その時点の業績と事業規模がどうなってるか、航空産業の環境はどうなってるか、まあ、結果的に大震災が起こったんですけどね、その時になってみて、じゃあ一旦例えば希望退職の方、今おっしゃった強制解雇された方について、やはりちょっと人が足りなくなりましたから、増員しますと言った時に、まず優先的に希望復職制度っていうのはやるんですよねって僕は言ったんですよね。これ実はですね、希望退職の方だって別に純粋な希望退職とも私はその点ちょっと違うと思わないんですけどね。ましてや強制解雇された方には最優先的に再応募の権利が与えられてしかるべきだと思うんですね。で、控室でそんな法理がないんですかって聞いたんですけども、まあさすがにそういう法理まではないんですけども、アメリカではですね、そういう、まあ、関連があるという話もちょっと宮田先生から聞きました。これは法律動向というか、まず条理としてですね、これはぜひともこれから訴えていくべきことではないのかなということは一つ感じました。小野先生、何かありますか。今、客上の人が足りなくてどんどん募集しているという状態が起こっているわけですよね。で、私はこの、整理解雇それ自体が必要ではなかったのではないかというふうに思ってるんですけど、と言いますのは希望退職の年齢を下げてそれで、募集をしたならば十分ね、人員は縮小規模に見合った人員の確保ができたのではないかと。で、それをしなかった、ここがまた日本の経験豊かな、特に戦う組合員は排除していくというね、この狙いが現れているところではないかなというふうに思います。それから、まあ、労働法の初歩的なこととしては、整理解雇してその後すぐボーナス払ったりとか、それから人員を増やしたりするっていうのはこれは必要性がなかったっていうことの証拠なんだよって学生には教えてきてたんですけれども、もう文字通りここの職場はそういうことが明らかになったのではないかなというふうに思っています。で、最後に言いたいんですけど、私は野村証券の女性昇格差別事件である、国際的なプレッシャーがかかって、解決することができました。何かって言ったら、国際的にはですね、環境だとか人権とか倫理、これを無視する企業は持続可能性がなくって投資不適格だという、この国際的ルールが確立しています。で、野村証券はILO で見解が出されたことと、それからあと、東京地裁でわずかですけれども、十分ではないんですけれども慰謝料の支払いが認められたということで、その結果を踏まえて GES という、投資的かどうかということを判断する機関が投資不適格という判断を下して、
投資適格リストから外したという大事件が起こりました。これはそれがイギリスで報道されて、世界的には大事件になっていったんですね。でそういう中で、女性差別をなくすということで解決を見たということがあります。もう一度言います。年齢で差別されることなく働く権利ということは、これは人権です。で働き続ける権利というのはやっぱり擁護されなければならない。でこういうものに対して企業再建のためだからということで不必要な人員削減、これをするっていうことは、これはまあ人権侵害だ。そういう意味で、このこういうような、お墨付きを与えた判決っていうのは絶対私たちの力で覆さなければならないというふうに思います。ありがとうございました。会場からですね、質問用紙がいくつか来て、質問が来ておりまして、なかなか難しい質問といろいろあるんですけれども、さて、これは大二郎先生へのご質問ですが、日本航空の整備子会社である日東航空整備に対して、日本航空が無利子で、2011年11月に無利子で10億円走ってたという事実があるけれども、一体こういうことが、構成中の会社である日本航空がこういうことが一体できるのか、そういうことが一体可能なのか、これは、まあ、法律的にということなのか、あるいは会計的にということなのか、ちょっとよく分かりませんけど、こういう質問が来ておりますけれども、大学先生、いかがでしょうか。これは税務の方でも問題になる無利息融資のことで、なんで寄付金認定を受けないのかということで問題になるところなんですが、原則はそういうことは言えないということなんですけども、親会社が子会社に今回して、ね、それが認められるのは、親会社が、今の日本航空自体がそういう状態だということはちょっと普通じゃないところはあるんですが、それはひとまず置いときますと、その親会社がその相手の子会社を親会社が支援しなければ子会社の破綻が免れない、かつその子会社が破綻することが親会社にとっても重大な影響に対する打撃になるということが立証できたら、それは無償の寄付金認定はしませんというのが、あるんですね。今その点の認定がどうなのかというところが、あれなんですけど、一般的には通常の親会社であれば、子会社の破綻しかけている子会社に対して、無利子で融資をするということは比較的認められているんじゃないのかなと思います。ただ日本航空自身がそういうことがねできる余地があったのか、結局その場合問題となるのはやはり無利息で融資をすることによって失う、一失利益といいますかね、不明仮利子収入と、それから今回であれば例えばその整理解雇によって、その削減できるという、この経費の、割合がどれぐらいなのかというですね、その辺の、比較評量の問題になるんじゃないかなというふうに思います。一方で整理解雇しておきながら一方でこういうことをやってるというね、その問題を今ご指摘があったかなというふうに思います。広い意味で言うと整理解雇の必要性相当性があったのかというところで検証されるべきテーマの一つじゃないかなということかなと思います。あとですね、これも趣旨、これがよろいじ先生にちょっと名前がどなたにということはないのですが、会社再生支援機構法と会社構成法、会社構成法上のという意味なんですかね、事前協議のスキームは強行規定と言える根拠はないのでしょうか、こういう質問があるのですけど、ちょっと趣旨によってちょっと私も飲み込めないのですけれども、先生ついでと言いますか、これに関連して本件の整理解雇における協議
という点で、労働法的な観点からお発言いただけますでしょうか。厚生法はあんまり詳しくないんで、茨城大学 の、 深谷さんが先日私たちの研究会に来られた時に、おっしゃってたことを受け売りで紹介します。厚生法の中に 何項目かですね、事前協議ですか、労働組合との協議をしなさいという規定がある。ただその規定がですね、就業規則を作るときに労働者の過半数代表、過半数を代表する労働組合があればその労働組合と、なければ過半数労働者の代表ということになってますが、それとほぼ同じ規定だそうで、過半数労 JAL の中の従業員の過半数を組織している労働組合の代表と協議をすればそれで済むかのような規定になっている、こういうことなどですね。そうすると僕その JAL の内部の事情をよく知らないんですけども、必ずしも CCU なんていうのなんていうのだけども、多数派組合ではなかったとすると、多数派組合の側とは一応協議をしているようですので、厚生法の定めている条件は一応形だけは満たしたということになっているんだろうと。でただそこで深谷さんがですね、非常に強調してたのは、果たして JAL の FIO かなんかですか、その多数派組合はですね、果たして JAL と協議をする数は確かに過半数組織しているかもしれないけれども、協議をする資格があるのかということを問題にすべきだということをおっしゃってました。どういうことかというと、JAL の破綻を招いた一旦の責任はその組合にもあると違うのかという指摘でした。そこまでその言えるかどうか分かりませんが、果たして本当に JAL の従業員のですね、全体の利益を代表して意見を言えるような労働組合であったのかどうかということをやっぱり検討せんといたんだろうということを述べられていたということだけ紹介しています。ありがとうございました。ちょっと今協議の点があったんですが、実はこの問題について ILO に提訴しておりまして、今日ですね、 ILO から決勝の事務委員会が勧告をしたというホットな情報が入りました。それでまだ全文私も読んでおりませんし、これも結論部分ですね、レコメンデーションという勧告の部分だけ、ちょっと紹介をいたしますと、4つ言っております。1つはですね、当委員会、ILO 決社の事務委員会は政府に対して従業員の削減過程においてはその基準について、労働組合、関連する労働組合との間で協議がなされることが必要であるということを政府に要請する、これが第一点ですね。で第2点は、解雇された労働者が東京地方裁判所に対して訴えている訴えているようだけれども、それに対して裁判所に継続している案件についての、情報、結論を含めた情報を提供するように求める。で3番目、これは大変重要な点ですけれども、その企業のリストラに際しては、労働組合はその労働者に与える負の影響、マイナスの影響を最小限にとどめることに努めるという基本的な役割を有していることから見て、労働組合と十分かつ率直なる協議を行うことが保障される重要性を当委員会は強調するということを指摘をして、この原則が十分に尊重されることを要望する。ILO の勧告というのはあくまでも勧告の相手は会社ではなくて、政府に要請するという、そういう形を取りますけれども、4点目はですね、今後それから東京都労働委員会が出した不当労働行為の是正命令に対して会社が東京地裁に訴えたようだけれども、
その情報を提供しようと、まあ、この4点にわたってですね、勧告が18日に出たということをちょっとホットな情報として皆さん方にお知らせしておきたいと思います。さて、あとの質問でですね、これは難しい質問なんで今野先生に振ろうかと思うんですけど、こんな不当な判決が出るのが裁判所に何か圧力がかかったのでしょうか。大変難しい質問ですけれども、いかがでしょうか。難しい、まあ、圧力がかかったのかっていうと、彼らは裁判官は、結果的には圧力がかかってたんじゃないでしょうか。そういう意味では、で私はちょっと見たんですけど、2つの判決比較するとね、さっき言ったつまり食い的な理由いっぱい並べてるんだけど、すごく似てる点があるんですよね。でこれ本来だったら部が違うわけですから、裁判官はちゃんと独立、司法の独立ということで言って、違う観点っていうのは出てきて叱るべきではないかなっていうふうに思うんですけれども、例えばさっき の年齢差別とか何かのところへんとかも似てるところ結構あるんですよ。でそういう意味で言うと、本当に自分の良心にかけてやったのかというところが、まあ、問われるんじゃないかなっていうふうに私は思っています。それで、まあ、私はこのままじゃ司法は死んでしまうよっていうか、やっぱり責任放棄だよっていうふうに言いたいんです。というのは理由を見ていくと、ほとんどなんか使用者側が言っていることとか、それから証拠を引用してるんですね。で私たちはすごいいつも労使対決の事件で苦労するのは、やっぱり証拠を疑い出し合って理論を、まあ、論争をして、で判決で求めるのはどっちの事実を見るかっていうのはあったとしても、こうこうこういう理由だからこの事実を見て、こうこうこういう理由だからこっち側をまあ、勝たせますよとか負けますよとかって、その国民が理解できるような納得できるような判決っていうのを裁判所は書かなければならないというふうに私は思うんですけれども、そのになんか匂いも感じられない今回のは。だってこれとこれが例えば今の場合だったら、更生計画中におけるその、患者人の更生計画が正当かどうかっていうことと、こちらでは働き続ける権利が侵害されるかどうかっていう、これの対決になってるわけですよね。その時に、こっちの権利を、奪ってでもこちらが進めなければならないという、その理由は何かということについて納得いくような、理由が述べられていなかったら、裁判としての役割を果たしてないと私は思っていて、で、まあ、女性差別最初戦ってた頃はですね、まあ、憲法とかが結構判決の中に出てきてね、それでやっぱり人権っていうのがいろいろ出てました。で、ここだけで言ってなんです、ある裁判官は終わってから、男女平等は世界の流れだよ、社会の流れだよというふうに言ったということが聞こえてきました。今回は一体何が流れだと言いたいんでしょうか。やっぱり企業側に組みしてるという、私は不当判決だというふうに思ってます。圧力は何でしょうね。まあ本当はね、寄って立つところは裁判官としての良心だけのはずなんですけどね、そういう意味ではこの結果を見ると、やっぱり、見えてるか見えてないか、感じてるか感じてないかというふうに、やっぱり圧力を感じたとの判決だった私は思います。ちょっと宮里からちょっと言いますと、まあ、私は圧力があった、まあ、圧力の意味なんですね。それこれはね、大企業のジャブっていう大企業の生理解雇事件だっていうことで、すごい圧力なんですよ。これは中小企業であれば、昔ね、中小企業の一つや二つ倒産したってなんだという発言をした大臣いましたけども、JAL の、天下の JAL の生理解雇、しかも更生計画で認められてる、つまり他の同僚裁判官がやったことを
東京地裁の労働部の裁判官が否定できるのかっていう意味ではものすごい私は圧力プレッシャーですね。裁判官に対する社会的プレッシャー、これはすごかったと思うんですね。そういう意味での、まあ、この判決をああかけこうかけっていうね、そういう圧力は私はあるとは思いませんけれども、しかし裁判所がこれだけ構成計画をにあたかも絶対的な拘束力があるだろうと判断したっていうところに非常に大きな圧力があったと。そういう意味では先ほどいろんな先生からご指摘があったように冷静にこの問題を労働法的な観点を含めて冷静に判断する姿勢を持たなかった、それはある意味では大きな圧力。政府も支援して公的資金も導入してそれで労働者が不当解雇だと争ったらそれを認めるのかっていうような圧力は私はあった。この判決の背景にはね、それはそう見ていいのではないかというふうには思いますけれども、さてもう一つはですね、これもなかなか難しい質問ですが、司法の判断も時代の常識が影響を受けて変わってくるのが分かりました。どうやったら裁判官の常識を動かすことができるのでしょうかこれも難しい問題ですけども、先ほどこの判決を書かれた裁判官の常識を厳しく批判された鎧先生いかがですか。難しいですね僕今宮里さんがおっしゃったもう繰り返しませんけども JAL というです、ね、大企業の置かれた状況、裁判官の置かれた状況で、確かにプレッシャーがかかっていると、それを跳ね返すというのはです、ね、非常に大変なことだろうというふうに思います。ただ僕が考えるのはですねJAL はなぜ破綻したんだということをね、もっと強く打ち出す必要があるだろうと思います。つまり白石判決ではこうさらさらと言葉がポンポンと出てきますけれども、なぜJALほどの企業はですね破綻するに至ったのかということをきちっと分析をしてですね、どこに責任があるんだということを明確にすればね。今わずかの労働者を解雇しなくてはならない、あるいは解雇すればね、労働者ごめんなさい、JAL は再建できるのか、今後もずっと維持できるのかということをですね、もっと大きく訴える必要があると思うんです。でなんかこう解雇事件ですから当然裁判の焦点はこの解雇の正当性ということにこうずっと収斂するのはやむを得ないんですけども、解雇正当かどうかということだけがどうも焦点になってしまって、なぜJALが破綻したのかということについての議論というか、あるいはそれを裁判官にも訴えるということが必要ではないのかなと思うんです。で先ほどちょっと私裁判官からのプレッシャーとかなんかもありますけども、先ほど僕が言った意見書ですね、意見書もかなりプレッシャーをかけてるんですよね。でこういう表現をしてます、伊藤誠という人ですが、これはもう会社構成手続きの一環としての解雇なんだということを繰り返し強調しながらですね、次のように言ってるんですね。事業収益の一時的変動などを理由として人員削減を実施しないこと、それはですね管財人に課された責務に配置するだけではなくて構成手続きに対する経済社会や国民の信頼を危うくする、こういう大変大ような言葉を使ってるわけです。165人解雇しなかったからといって国民が裁判所を信頼しなくなるかってそんなことないと思うんですけれども、構成計画というのはこんなもんだよと、あなた方の同僚の裁判所の構成裁判所はこの構成決定したんだよと、でその構成決定に基づいて解雇人員削減してるんだよ、この流れをですね曲げてはいけないよということをですね非常に強く言ってるわけです。で意見書のを書いてる人たちはですね、先ほどもちょっとバランス論言いましたように希望退職した人と解雇で辞める人も同列に並べたりね、そういうバランス論なんかも述べながら、とにかく今回は解雇はもう仕方がなかったんだから認めなさいよという圧力を
研究者の側からもかけてる、まあ、裁判官からもかけてるだろうし、かけてるというかかかってるだろうし、研究者からもかけてる。で、まあ、運動の側としてはですね、私は先ほど言ったやっぱり JAL はなぜ破綻をしたのかということから正面から訴えないとね、裁判官がその目の前の解雇事件についてだけこう囚われて、なんか小手先で議論をしている。でしかもその裁判官自身が先ほど私言ったように政治解雇と、それから、ごめんなさい、人員整理と人員削減と解雇との区別も正確にはつかないような人たちだ、まあ、こういう状況ですので、そうですね、やっぱり裁判官を普通の世間的な常識を持つ人間に戻すという。今の先生、大吾先生どうぞ。私はやっぱりこう控訴して争うからにはやっぱり勝ってほしいという気持ちがあるんですね。ですからそのためには私なりにどのあたりがポイントかなというところをちょっと先ほどから客上の方の言ってましたので、上院の方の方の判決文で申し上げますとね、実はこの判決文いろいろ腹立たしいこともあるんですけども、かなり弱点もあるなと、ちょっと勇み足をしていると言いますかね、ところがあるんですよね。それは33ページで多くの方がおっしゃってる破綻的清算を回避してうんぬんというところですね。これはどういう文脈で言ってるかというと、事業規模に見合わない人員を抱えることは全ての雇用が失われることにもなる破綻的清算を回避しと言ったんですね。これは私はちょっと言い過ぎてるというのは裁判官ないんですよ、私たちがちょっとどこじゃないんですけども、この会社を勝たせる判決文としてもちょっとこれ無理をしてかなり無理をしてると。つまりここだけのこれだけの100何名の方の整理解雇をしなかったら全ての雇用が失われることにもなる破綻的清算を避けられなかったとこれ言ってるわけですよ。これはね、利害がどうこうじゃなくて事実認定で押していけば必ずこれは覆せると私は思うんですよ。そんなことはないですよね、さっきから何度も言ってますけど。破綻って何ですか、これは結局財務じゃないんですか。これは結局の同じコースは、まず債務超過に陥りますね。それから銀行の決済ができないという形で停止処分を変えますと、そうするともうファイナンスもでき、上場も廃止されてファイナンスもできないで結局行き詰まっちゃう。で社会的にもそういう風評で風評被害といいますかね、それでお客さんが離れてしまうと、それで結局のところは破綻に至るっていうのはもう 100% そのコースですね。との途上で仮に100個譲って何割かの方の余剰があるから破綻なんてことはありえないことですよ、まあ、ここが非常にウィークポイントだと思うんです、ウィークポイントだと思うんですね。同じことは客上の方であります、被告を二度と沈むことのない船にするために立案実行されたものである。これもおかしいのは構成計画はそのために作られたんだと言ってるんですよ。そこまではいいじゃないですか、まあ、一応しかしながら整理解雇するしないの段階っていうのはもうそれからその計画にのっとった作業が進捗してるじゃないですか。どこまで行ったんだと、それが整理解雇を通告した時点でまだその手段として整理解雇という手段、希望退職を経てですよ、経なければ、それをやらなければ強制的に JAL を二度と沈むことのない船にできなかったのかどうなのかという認定をしないといけないんじゃないですか。これ時点をどの時点で問題するかですよね。これは判決文書く方の常識だと思うんですよ。一定の時間の流れがある中でどの時点のことを問題してるんだと、そこのところをわきまえなかったらこれもう議論全然成り立たないと思うんですけども、これはそこはもう全然ぐちゃぐちゃになってるんですね。そこをぜひとも私はつくべきじゃないか。それから私は別に労働法の専門家じゃないんですけども、100歩譲って議員整理があるというときに結局それは整理しなくちゃいけないというのは、それなしには会社の破綻、それこそ破綻が免れないときですよね、判例的に。そうでないんだったら、はるかにそれからかけ離れた状態であれば、その方が退職されるまでの間は雇用を守るというのはこれ社会的な責任ですよ。それで次の時に補充をするかしませんかっていう段階で
それはその段階でそれ以上抱えることはね許されないというんだったら、まだ話が何がしか通じますよね。ここもだから非常にこの労働法の私はね、初歩的なところでねおかしいこと言ってるなっていうことをすごく感じるんですね。その点をちょっと感じました。はい、ありがとうございました。質問の中にですね、今回、判決にはいろいろ問題点があるが、最大の問題点として今回の解雇が労働組合潰しというそういう不当な目的を持って行われたという点を判決はこの解雇の本質をですね完全に無視しているのではないかということについてどう考えるかという質問になりました。まあ、先ほどシンポジストの方からこの点を触れてないもんですが、ちょっと私の方から、申し上げますと、まあ、判決はですね、年齢基準は客観的中立的な基準だと言ってはですね、客観的中立的基準を適用したら、結果も客観的中立的になるというふうな論理ですよ。しかし実際にこの内実を見ると、この基準を適用、年齢基準を適用することによって組合員の多くを排除する基準としてこの基準が使われているわけですね。多分この基準を設定するときには、この基準を適用したらどういう人たちが対象になるかって考えますよね。考えないで基準を作って結果はどうなるかっていうふうになるわけは絶対ないです。この基準を適用したら、あ、 A さん引っかかるか B さん引っかかるか、まあ、そこまで考えたかどうかは知らんけども、それは十分あり得るんですね。で、私はもう不当労働行為事件たくさんやってきましたけど、不当労働行為というのは常に一見もっともな理由、表面的には中立的な理由が理由になるんですね。今日も JR の不当労働、国鉄の不当労働行為事件もそうでした。一見中立的な基準を適用することによって結果として、組合を狙い撃ちにすると、これが、まあ、ある意味では不当労働行為の手法でもあるんですよね。で、判決はですね、この基準を適用された中には組合員だけじゃなくて非組合員もいるじゃないかということで不当労働行為ではないというんですね。しかしそれは道連れです。道連れで解雇されたら悪いと怒られますけれども、つまり本当のターゲットはどこにあったのかということで見ていくと、今回の解雇はですね、まあ、整理解雇の機会に組合員を排除するという側面は非常に私は強かったと。実は一審においては、この点についてじゃあ十分組合側が立証したのかという点でいうと、まあ、これは弁護団も今いろいろ検討しておりますけども、やっぱりその声が裁判所に届かなかった。それは、まあ、十分この点についてのこの解雇の主張立証をね自分やりきれなかったという反省があります。したがって、控訴審においてはですね、もちろん整理解雇予備要件もそうですけれども、この解雇の持っている狙いは何だったのかという、まあ、不当労働行為としての責任側面、組合排除、団結権侵害というその側面をですね、もう少し、この解雇の本質を伝えるために前面に出そうということを弁護団では非常に討議をしておりまして、控訴審ではそういう観点からの主張展開をしていこうと、まあ、そういう議論がなされているということを、まあ、紹介しておきたいと思います。さて、いくつか書面による質問が大体そんなところなんですが、まあ、せっかくまだちょっと時間があるようですから、直接会場で手を挙げてご質問がありましたらどうぞご発言ください。どうぞ、もし差し支えなければ、差し支えがあればお名前結構ですけど、もし差し支えなければお名前をしたくて、ちょっとマイクはそこに、はい、マイク会場マイクがないんです。あ、そうですか、はい、じゃあすみません、大きな声で聞きます。名前、どうぞ、名前結構ですから、どうぞ。ちくまと申します。はい、鎧先生に質問なんですけれど、ちょっと申し訳ないんですけど、僕すいません、前に来ていただいてマイクを使いただけますか。恐縮です。鎧先生に、鎧先生に質問なんですけれども、
労働法で非解雇者に解雇が必要だと明確に認められている要件、素因というものはあるんでしょうか。はい、なんかこの人は人選の基準でこの人には解雇が必要だったんだよっていうのは明確に認められている、なんていうんですかね。ちょっとおっしゃってる質問取り違えてるかもしれませんが、労働法で言いますとね、解雇っていうのは大きく分けて2種類ある。一つは解雇される労働者の側に責任がある解雇、でもこれ懲戒解雇と普通解雇である、ね、でもう一つの労働者には全く責任がないにもかかわらず解雇される場合の整理解雇、でこれは労働者には全く責任ありませんから、その労働者個人個人がどうこうという基準は初めからないわけです。でだからむしろ企業の側が一定数の労働者を解雇していく場合にどういう基準で残しあるいは掘り出すかというその基準の設定なんですよね。で実は整理解雇法理でこの解雇基準というのはですね非常に難解な部分なんです。なぜかというと会社が倒産してですねもう全部全員クビというのが簡単なんですけども、整理解雇、この企業再生でも同じですが、企業としてはこれから存続し続けるわけですよね。存続し続けるために何名かの従業員を解雇して人件費を減らして身軽になって再生しようとこうしてるわけですね。そうすると片方で、その今後存続している企業を担うスタッフを確保せんといかんわけです。給料が高いからといってパイロット全部クビにしてしまうわけにいかないわけですね。そうするとパイロットは必ず何名ぐらいはいると、で客室乗務員何名ぐらいいるというのを必ず残さないといけない。でそういう意味で言うとなるべくそういう人は企業にとっては、この年齢で問題になるんですけども、企業にとっては若い人の方がいいだろう、給料安いだろうし、でそういう意味で企業の側から見てその企業をこれから担っていく人としては若くて有能でという人の方がいいと。で他方でね、解雇される労働者がなるべく被害を受けないようにというのも一つの要請になりますから、でそうすると高齢者から首切ったらいいとそう簡単にはいかないわけで、病気を持ってる人とかね、再就職しにくい人とか、それから例えば、家族の中で家計を他に支える人がいない人とかね、いる人といない人とはどちらを優先するか、そういった問題がですね入ってくるわけです。でそのどちらをどの程度優先するかっていうのはですね、これ実はなかなか法律的な判断では難しいんですよ。で経営者の判断がほぼ優先されてるんだろう。ただその性差別であるとかね、組合差別であるとか、そういったものが入ってる解雇基準はもちろんダメだけども、それ以外はなかなか会社が立てた基準はですね、それは間違いですよということを言うのは難しいんだろうと思うんです。でそういう意味で私は今日報告の一番最初の発言で整理解雇の基準とか年齢とかそんな問題に一言も触れませんでしたけども、この事件もやはり同じなんで、やっぱり人員整理の必要性、それから解雇の必要性のところのね、争いが最大のポイントで、それを突破されてしまうとですね、なかなか人選基準のところで懐どころとか中は別だとしてね、人選基準のところで争うというのは非常に難しいなというふうに思っています。そんな回答です。はい、他にどなたか、はい、はい、どうぞ。松島と申しますが、さっき大吾先生がね、その新たな人員を募集してるっていうことについてね、ちょっとあったんですけど、これを真っ先にね、解雇した人間の優先的にというのは僕も全くその通りだと思うんですが、そういったような、例えば経営が破綻してちょっと上向きになった場合にね、新たな募集をかけたって、その
首を切ったとこ人間を戻すっていうような例はあったんですかね。それを先ほど控え室でお聞きしてたんですけれども、日本で頭蓋骨の行為の判例は、見当たらないようだと。ただ宮崎先生が少しアメリカのですね、趣旨ぴったりではないんですけども、それに近いような判例があるちょっとあるという話を聞きましたので、宮崎先生からちょっとお話ししていただけるかなと。まあ、一つはですね、解雇しておいてね、あんまり解雇して何年も経ってからなら別ですよ、解雇してあまり間がないのに新しく人を募集するっていうのがある意味ではその後から明らかな事実をもって解雇それ自体に果たして必要性があったのかということに重大な疑問を投げかけますよね。でこれまでの日本の判例は解雇した直後に新たに人を雇っているから解雇の必要性はなかったという必要性を否定する理屈として解雇の対応は言うわけですよね。まあ、しかし、解雇が有効かどうかというのは本来は解雇時点ですから、後から人を採用したから前の解雇が無効であったというのはなかなか言いにくい面はあるんですよね。ただその直後とかあんまり間がないのにやればちょっと、時間を待てばいいのに非常にことを急いで解雇したということで、それは不当解雇という大きな根拠になると思うんですね。でもう一つの問題は、これは日本でもね、例えば倒産、非常に人員整理をした場合に労働組合が戦って人員整理は受け入れるけれども、会社の業績が回復して、雇用を再開するときは解雇された人たちを優先的に雇用するという労働協約、組合と使用者が労働協約を締結して、再雇用を約束させるっていう例は結構あるんですよ。私もいくつかそういう協約の実例を見たことがありますし、そういう解雇、反対闘争をやっている組合もたくさんあります。でこれは協約でそう決めれば、まず解雇した本人に先にチャンスを与えなければいけないということになりますね。しかしこれは法律上の義務じゃなくて組合が協約で勝ち取った義務なんですよね。それは一つ方法がっていうのがあります。でアメリカではそれがごく慣行的に、労働者を、レイオフしたような場合に、再開をして人を雇うときは解雇した人から先に雇うと、まずそこに優先権を与えるという、優先権という考え方があるんですね。ただこれも法律によるものではなくて、アメリカの労働運動が獲得した慣行ないしは労働協約なんですね。でこういう慣行とか協約が日本でもだんだんと増えていけば、ある意味ではそれを根拠にして解雇した人について使用者が新しく人を募集するときには、労働者にですね、雇用機会を与えなければいけないというような、法律とかあるいは判例、そういうのが形成されるかもしれませんね。今は そういう状況じゃないかなと思います。すみません、例がないと言ったんですけど、一昨日私朝日新聞の人べらし社会という31年にいました。それがまさにその方はお一人だったんですけどね、解雇されたんですけど、裁判を起こしたら裁判で勝ったと。それは解雇してすぐ間もなくですね、新しい新規募集したということは人員削減の理由がなかったことを裏付けるという理由で職を果たされたという例がそれはあります。私それ以上あまり法律の専門家でないものを言うのは何なんですけど、こういうものを控訴審の中で主張するということは面白いと思うんですけど、裁判外で地位保全のような形でこの裁判とはまた別立てでですね、変な言い方で一旦解雇を認めた上でっていうのは変な言い方ではあるんですけども、並行してそういう地位保全という形の申し立てをして、もちろんその理由としては非常に少ない経費で即戦力になれますよという上位ももちろんありますね。希望退職じゃないと不利益処分なんですから、それを回復するということの合理的な主張というのは十分に成り立つと思うんですけど、それ以上私専門家でないものは言いませんけども、そういう何か論理の組み立て方ができないものかなということは感じております。他にございますでしょうか。どうぞ後ろの、マイクがありませんので前に来ていただけるか大きな声でお願いします。と申します。